続いてやってきたターゲットは暴れる君。実は芸人になる前フリースタイルのラッパーをやっていたという暴れる君。これは熱いバトルが期待できそうだ。じわじわと距離を詰めていくラッパー軍団。怖えなこれ。やべばカモン。Yeah、暴れんじゃねえぞ暴れる君。 OK 君はそうだな暴れる君。すぐ汗ばんじまうよ暴れる君。お前のラップをまず聞かせてみろよ。 Come on Come on Yeah Let's go。 よ暴れる、yeah, yeah. お前の番だ。いやいや言っときな。いやいやいやいきなりいきなり何ですか。いきなりいやいやお前ら集まってくれよ。よこいつラッパーエース。知ってる乱された自分のペース。今日はコーナー口から飛び降りていきなりかまされたラップ。でも俺はタップしないぜこの前ギブアップする。よりフォレストガンプみたいに突っ走る俺がストレート投げていくぜ。上げろ俺のレイト。受け取ったストレート。確かにテレビで今は売れっ子だけどもそなくなったハングリー精神。よ一言言わせてもらいます。おごるって言ったのに一文なしで奥さんに土下座してまで店に呼び出してまで後輩の目の前で恥さらし。それ暴れる君マジ立場ないかも。イエーいいえ確かにあの日は一文なし。奥さんにいつも借りてたお金でも俺は今じゃ足りない。いつも家賃払ってる。あいつに大体いいもん買ってる。そんな感じでうまくやってる。イエー幸せなライフ。俺はこの場でお笑いにダイブしていくぜ。負けないぜ握るマイク。イエーこいつエース知ってる有名なやつ。有名なやつ確かにそうか。そうお笑いライフ大事にしなさいワイフ。イエーだけどもあなたはネタにそう熱心間違いないぜ。ちゃんとそのモンスタースピリッツに与える言葉はリスペクト。イエーすごいね。リスペクトよ。リスペクト。何してんすか。びっくりした怖っ。チンピラ系多いんですよ。マジびっくりした。ちょっとおかしい空気感じたんすよ。派手な色がこう一箇所に集まってくるんで怖かったっす。勇気を出して熱いラップを返した暴れる君にマジリスペクト。